相模女子大学は、神奈川県相模原市南区文京二の一の一に、本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、相模女、愛女。いずれも読み方は、佐賀女。明治36年の専門学校令の適用を受けた学校の中で、1904年に創立された、日本女子大学校、女子英学塾。 青山女学院英文専門家に次いで日本で4番目に古い女子大学である。正門からまっすぐに伸びる銀南並木は季節によって美しい情景を醸し出している。首都圏西部大学単位五環協定会協定校。日本女学校の創設1900年9月1日、西沢幸介によって私立日本女学校が東京市本郷区 達岡町36番地に開設され、翌月10月18日に開校した。帝国女子専門学校の開設シリーズ、帝国女子専門学校と同附属日本高等女学校は、1909年,年4月24日に設立が認可された。1900年の日本女学校設立に関して、下記の記事がある。文京区役所、1981年。 文教区市第2三八3852ページより引用する。日本女学校規則書にはその学校設立の趣旨を説いて、女子はただ学術議芸に長けたるのみにては未だたれりとすべからず、あはせて交渉なる、真実堅固なる特装を要請するにあらざれば、女子たる本文を全くすることのおはざるなり。その不特要請の基本は、我が国史上に、 おのずから備えわれる高血前備の両風速低縮、権量の不得より前期はなしと、後見女学校と同じく伝統主義による女学校がここに誕生を見たのである。33年に1年生から3年生までの募集をしたところ、298名の応募があったと伝えられる。生徒たちは実業家や、 近隣の上流家庭の子女たちであり、日本主義を建て前とする学校であるだけに、服装は、袴はエビ茶、髪は、おさげや、即発や桃割れといった風であった。大学図書館には、珍しい、12畳の和室閲覧室がある。2015年には、ブックカフェも設置。国際、学術交流東京帝国本設では、短期大学部関係者も含める。 グループにイコール関連項目クリストにイコール、相模女子大学の人物一覧。ありがとうございます。